まずはじめに私の、自己紹介で、どんなことを研究している人なんだというのを少し最初に述べさせていただいた方がいいかなと思いましたので、その紹介までに簡単にスライド1枚だけですけど、紹介させていただきます。私はですね、ずっと学生の頃からですね、気候変動に伴うなんか植物の変化っていうものを、いろんなフェーズで観測したり、予測をしたりという研究をしてきていました。で、よいしょ。よくやってきたのがですね、その分布の変化で、に対して気候変動がどう効いてきているのかとか、その過去から現在に至る分布の変化だとか、現在の分布から将来の分布を予測するみたいなことをやっています。あとはその樹木が割とメインの対象になってましたので、その樹木の成長量自体が時間的にどうやって変化してきているのかっていうような話をしたり、最近ではその紅葉の、するタイミングとかですね、色づきの強さみたいなものとか、山菜として得られているような、こういった自然の恵みとして得ているような生態系サービスっていうものが、どういう影響を受ける可能性があるのかみたいな予測をしたりしています。で、そういう研究をしていながら、国立環境研究所の、適応センター、気候変動適応センターの方に所属をさせてもらって、で、適応に関して研究をしていく中で、こういった場を、チャンスをいただけたという流れになっております。で、今日の、私の方からする講義の、内容のですね、最終的な目標というかゴールみたいなものを最初に述べさせていただこうかと思います。といっても、すごい、なんていうんですかね、長大な目標を述べるつもりは全くなくてですね、ざっくりと、自然環境における気候変動影響に対する適応っていうのは、どういうふうな考えで、どういう流れに沿って作っていけばいいのかなという、なんていうんですね、確立したものとして、これじゃなきゃいけないみたいなものがあるわけでは、現状まだないとは思うんですけど、私が短いながらも付き合ってくる中で、感じてきたようなですね、部分をもうまとめて、皆様にこういうふうに考えていけば、作っていけばいいんじゃないのかなというものを考えましたので、そういった部分をこちらで、この講義で提供させていただきますので、皆さんの方でも、こんな感じなのかなという部分が感じ取っていただければ、講義は、僕にとってはこの講義は成功かなという、目標を持って作っております。で、今日の私のその講義の方の内容、大きく4つに分かれています。この4つっていうのはですね、どういうふうな流れで、適応策、地域の適応策みたいなのを作っていけばいいのかっていうのを考えて作っております。で、一番最初が、地元の自然とその意味を知ると。地元に何があるのかをまず知らないことには、始まりませんよと。で、2つ目は、どのような変化がその地元の自然に対して起きるのか、そういう影響評価みたいな部分の話です。で、3つ目が、その変化に対してどうやって対応していくのか、適応策にあたる部分ですね、に関して少し話させていただきます。で、最後に、その作った適応策をですね、長く、結構自然環境分野ですので、時間的なスケールが非常に長いんですね。で、その長い、ものに対して、どうやって長く続けられるようにするかっていうのを考える上で、そのネットワークを作って楽しく長く見ていくっていうのが非常に重要だと思っていますので、その4番目っていうのはつけている感じです。で、大きな流れとしてはですね、他の、これまでお話しいただいたような、その農業分野であるとか、健康分野であるとかでも、そんなに大きな違いはないかとは思うんですけど、自然環境分野では結構特に1番と4番がちょっと意味合いというか、重きが違うというか、特徴的になってくるのかなと思っています。っていうのは、健康分野とかですね、人間の生活にあとはその農業分野もそうですけど、人間の生活にダイレクトに関係してくるようなものっていうのはですね、あまり説明をしなくても非常に重要なので、なんていうんですかね、捉えられ方のインパクト、社会にとってのインパクトの捉えられ方がもともと高い感じがしています。私が言うとなんかちょっとひがみに聞こえちゃうみたいで嫌なんですけど、自然環境分野っていうのは、例えば自然環境分野を守ったからといって、
明日のパンが食えるとか、自分の暮らしを守っていけるみたいなものではないものだと僕は考えています。なので、何かしらのこう工夫が必要ですし、そもそも何があるのかっていうのを認識した上で、じゃあどういうことを考えているから、この活動を続けていかなきゃいけないんだっていうのを、その都度なんていうんですか、確認しながら進めていく必要があるので、まあそういった意味合いからこの1番とか4番っていうものが自然環境分野では特に重要になってくるのかなと思っています。まあちょっとそんな感じの前置きで、早速1番から始めさせていただこうと思います。で、1つ目がその、また言いますけど、地元の自然とその意味を知るという内容です。自然を知るって言ってもですね、僕自身もあまりよくできてないんですけれども、皆さんもの、自治体の、まあ、もしくは地元の方にですね、どれくらい種がいる、生物種がいるのかって、なんて、何も見ないで、こう、スラスラと10種、20種と言える人ってなかなか少ないと思うんですよ。で、まだ僕は植物の専門家なので、ここに綺麗な植物の写真を載せていますけれども、まあ、植物以外にもですね、例えば哺乳類だとどうかとか、昆虫だとどうかとか、魚類だとどうですかとか、まあ、はたまたキノコとかどうですかみたいな話をしていくと、かなりいろんな種が実は分布している皆さんの自治体の中にもいるはず、生息しているはずなんですけれども、まあ、それを認識できていないっていうのが、認識できていない種っていうのは非常に多くいると思います。その認識できていない種っていうものをまず、まあ、種の名前として知っておかなければですね、何を守るみたいな話が全くよくわからないというか、始まりもしないというところなので、ぜひそこの何がいるのかっていうところをこう認識するところからおそらく始まるのかなと思います。で、こういった種っていうの、いうのは、まあ、守るべき対象として捉えられる種もありますけれども、まあ、なんか紅葉とか、なんていうかな、鉱山のそのお花畑みたいなところっていうのは、その地域のですね、観光産業と密接に結びついていたりしますので、まあ、地域のその経済活動、地域の活動を行って、維持していく上でも、非常に大きな武器にもなり得る、種でもあったりしますので、まあ、そういったところを、把握していく上でも、まあ、どれが、どんな種がいるのかっていうのを、まず最初に知りましょうというのが、ファーストステップかなと思います。で、次がですね、同じその種がいるって言ってもですね、どういう意味を持って皆さんの自治体にその種が分布しているのかによって話がだいぶ変わってくる状況がありますので、その生物的な生態学的な意味っていうのをところまで掘り下げて、その種の、皆さんの自治体での分布っていうのを捉えられると、また一つ見方が変わってくるし、取り得るべき対応も変わってくると思います。まあ、具体的に言いますと、その希少種固有種みたいなやつですね、日本の中で希少種もしくは固有種なのか、皆さんの自治体もしくはその地域において希少種固有種と言えるものなのか、で同じその種の分布って言っても、その漫然とどこにでもあるっていうわけではなくて、大体の種はここからここまでっていう分布のレンジが決まっているので、その分布のこのレンジの中の北限に当たるような種と言えるのか、まあ、もしくはその全然ミッドレンジというか、なんてその種にとって一番過ごしやすい、逆に言えばその種の個体数がいっぱいいるようなレンジの場所、分布としてあるのかとかですね。あとはその過去から現在までのその個体数変動みたいな報告がもし あるような種でしたら、その分布っていうか個体数なりがこう減少してきているような種なのか、増加してきているような種なのか、それともあんまり大して変わっていないと考えられる種なのかっていうことでも、その種の分布っていうものの意味が変わってきます。で、またそのある特定の種っていうのは、その種だけで生きているわけではなくて、その生態系の中でいろいろな役割を持って生きているわけなので、その生態系の中での役割以下によっては、そのなんていうんですか、その種をこうが絶滅してその地域から除かれてしまうと、全体の生態系のバランスが崩れてしまうみたいなこともありえますので、そういった種のつながりみたいな中でその種が働く、その種の役割みたいなのを把握しておくっていうのも非常に重要なことかと思います。
こういったあの生物的、生物学的、生態学的なこう意味合いだけじゃなくてですね、まあ、なんていう、私たち人間の活動も、こういった生き物と一緒に、やっている部分が非常に多くありますので、そういった生き物に対しにおけるその社会的な、もしくは経済学的な価値みたいなものの把握も非常に重要かと思います。まあ、冒頭でも少し言いましたけど、その紅葉みたいなものとか、鉱山とかのお花畑みたいなものっていうのは、かなりこう見ていて綺麗なものですので、これを見に山に登りに行くみたいな人たちがいっぱいいるわけですね。まあ、そういったその観光だとか、トレッキングだとか、レクリエーションっていう、まあ、社会的な価値、もしくは経済的な価値がこう強いものっていうのは、注意して見ていく、もしくはこう守っていかなきゃいけないという考え方がもちろんあり得ます。で、まあ、こういった綺麗な、生き物だけというわけでももちろんないんですけど、まあ、なんていうんですかね、こう、心の、地域の人の心の拠り所になるみたいなものも、重要な、ファクターの一つだったりします。これ結構定量的に評価するのは確かに難しいんですけど、例えば、なんていうんですかね、里山の中でこう残っているやつとかですね、そういった部分っていうのは、まあ、希少種がこう入っていたりもするんですけど、そこがやつとして残っていてくれることが、重要で、なんていうんですかね、遊び場として残っていてくれることが、こう、心の平安にこう重要であるとか、もしくは、社寺みたいなところですかね。その神社、社寺仏閣の、奥にこう、手つかずというか、自然の原生に近いような状態で残されている森っていうのが、心の、皆さんのその心の拠り所になっているような、状況があったりしますので、まあ、そういった森というか、まあ、自然というものになっていないかどうかっていうのを把握しておくのは、やはり重要だと思います。で、もう一つ下の方に書いてるのはもっと生々しいというかですね、なりわいとして行っているものに対して直結している自然環境分野の生物っていうのもいっぱいありますよということです。鹿とかイノシシとかですね、猿とかもまあよくありますけれども、そういった鳥獣による害っていうのが、まあ、例えばその畑の方にこうイノシシが入っていってこう荒らしていってみたいな、そのそういった鳥獣害みたいな形でインタラクションを生んでいる場面もありますし、林業分野で言えば、この昆虫は、ナラ枯れ病をこう、ナラの木っていう落葉樹をこう、枯らす、病気をこう、もたらす、カシノナガキクイムシっていう、まあ、昆虫なんですけど、まあ、そういった虫害みたいなものを通して林業とも関わっていったりします。で、マイナスのイメージが結構強いんですけど、まあ、実はそのプラスの、効果をもたらしているものもいて、その農業とかでその畑でこう果樹を果樹っていうか、まあ、作物を生産するときにですね、その花植物の畑になっている植物の花から花にこう花粉をこう移動させていく、そのポリネーターとして強く機能してくれるこうミツバチみたいなやつらがですね、自然環境の中からこう都会のっていうか農村地域の畑にこう分散していって、ポリネーターとしてこう液中になっているみたいなこともあったりします。まあ、こういったこの社会的、経済的な価値みたいなのも含めて、皆さんの自治体の中でどういった生物がいるのかを把握していく必要がまず最初にありますと。で、まあ、まあ、ここら辺はこう私が言わなくても、その自治体の方はこう論じというか認識されているかと思いますけど、それぞれ自治体の中でもですね、環境であれば何々かであるとか、まあ、関連する部署もそれぞれこう違っていたりすることはよく往々にしてよくあると思いますので、まあ、その分野に関しては何々かなのかっていう、その、まあ、担当部署の把握もやはりこう同時にしておく必要があると思います。で、まあ、その自治体の中だけではなくて、大学とか博物館だとか、まあ、民間団体みたいな感じで、その自然を守る会みたいなのを、作っている、地域もありますし、まあ、NGO とか NPO とか、まあ、場所によってはその事業関係者みたいなのも、こう、関連する団体として、こう、入っていたりする状況はあり得るとは思いますので、こういった関連の団体も合わせてリストアップして把握しておく必要はあるかと思います。で、割とはまたこうちょっと違った視点ですけど、自治体の側でも
まあ、もしくはその自治体以外の団体においてもですね、既存の取り組みとして、いろいろこう自然を守ろうという観点とか、自然とこうを自然の恵みをこういい形でこう使いながら、あの自然もこう同時に守っていこうみたいなこう考え方をしたりする、まあ、そういうこう、なんていうんですかね、取り組みをされているものがあったりします。で、そういったこう既存の取り組みみたいなもの、まあ、代表的なのは国立公園とか県立公園とかですけど、まあ、いろいろあったりしますので、こういった既存の取り組みとしてこういう下地ができているとですね、新しく適用策なりなんなりで、アクションを起こしていくという上で、軌道に乗りやすい可能性はありますので、こういった既存の取り組みもこう把握してリストアップしていくことが、まず一つ最初に必要なことかなと思います。で、このような形でですね、皆さんの自治体の中でどんなような生物がいて、どんなような意味合いを持っていて、でそれに関連する人たちがどれくらいいるのかっていうのを把握した上でですね、じゃあその生き物に対してどのような変化が起きているのかを影響評価の部分で評価していきますという話になっていきます。で、影響評価は、まあ、いろいろあるってあるんですけど、既存のその取り組みの中で言うと、評価している自然環境分野の中で評価しているのは主に2つ、2種類あるかなと思います。で、1つはその生き物が分布しているかいないか、その分布が変わっていくかいかないかとか、その分布とか、その生き物の個体数、まあ、分布の、まあ、なんつうんですね、その、分布と同じ意味合いなんですけど、分布の、情報量をもう少し解像度を上げたような情報として個体数みたいなのもあったりしますと。まあ、こういったその分布に関わるものを扱うものがまず一つありますし、もう一つはその、まあ、桜とかで有名ですけれども、桜の開花日であるとか、紅葉の紅葉日みたいな形でですね、いつその生き物がそのフェーズを迎えるかみたいな、その生物季節、フェノロジーとか呼ばれるものなんですけれども、まあ、そういったフェノロジーみたいなものもよく対象として挙げられたりしています。で、その分布とそのフェノロジーって両方、まあ、あるわけなんですけど、まあ、いろんな要因がこの現象を決めています。分布に関してもフェノロジーに関しても現象を決めているんですけれども、まあ、どちらにも共通して気温が非常に強く影響していると。特に日本の中で言うと、気温の影響度は結構しっかりあると思います。で、その気温がによってその種の分布がある程度決まっている。気温によってその種の開花日が決まっているという状況は往々にしてよくあるので、まあ、この気温に対して作用する温暖化が進行すると変化していきますよねと。で、その変化していく方向性をこう把握した上で、守るべき対象であればそれを積極的に守っていきましょうという考え方が必要になるわけです。ということで、その地元のその自然の中で、すでに変化しているか、もしくはすぐに変化すると考えられて、で、地域社会や自然にとって重要な対象、重要と考えられる対象を選んで観測したり予測をしたりするという、作業が、この中では必要になります。で、最初ですね、すでに変化している、もしくはすぐに変化すると考えられる種っていうのは、まあ、どういう種なのかっていうのが最初に行き着くのかなと思いますけれども、今日のその講義の、先生方の講義の中でも、こう、何回か出てきました、こういった報告書っていうのが、環境省の方からも出ています、気候変動影響評価報告書ですね、令和2年なので、今年度に、編纂されたものです。こういった、報告書の中で、自然環境分野とそのフェノロジー分野に関しても詳細に報告がされていますので、ぜひ創設の方で概要をつかんでいただいて、詳細の方に引用文献も載せた形でまとめられていますので、こちらを使って、そのどんな種でこう変化が起きているという報告があるのかっていうのをまとめていただけると、把握していただけるといいかなと思います。こちらの報告書はおおむね5年ごとに取りまとめをして、くれるということですので、これの5年前の報告も確かあったはずですし、この今年からその5年後に関してももう1回編纂をするという計画になっていると思います。
で、まあ、この報告書のこのベースになっているその既存文献とか、論文とかですね、そういうのはいっぱいこう、だーっとあるわけですけれども、まあ、こういった報告書っていうのは、それらをこう、わかりやすいような形でまとめてくれているので、ぜひ、こちらの報告書を、参照いただくことをお勧めいたします。で、まあ、全体の、国全体としてどういう傾向があるのかっていうのは、先ほどの報告書の方で、ある程度把握はできるんですけれども、じゃあ、皆さんの自治体の中ではどうなのか、もう少しこう踏み込んでいったときに、じゃあ、どういう、場所、どういう生き物であれば、変化っていうのは出やすいと考えられるのかっていうものを考えたのが、こちらのグラフになります。私の方からの提案としては、変化がしやすい場所や変化しやすいような事象を、特に注目して、こう、見ていくのが重要なんじゃないかなと思います。で、変化しやすい場所の方なんですけど、このグラフもちょっとかなり概念的なんですけど、ある程度その大雑把にこう生物の分布を捉えるとすると、気温のその軸というか、寒いところから暖かいところまでっていうその気温の幅の中で、生き物がどういうふうに、分布しているかっていう状況を考えたときに、概ねというか、こういう一山型の分布を考えることが多いです。っていうのは、その種の、その生き物にとって、マイルドにというか、一番過ごしやすい気温っていうのがある程度あって、その気温の幅、過ごしやすい気温の幅を超えていくと、だんだんその暑すぎたり寒すぎたりして、そこストレスがかかるので、その個体数がこう減ってって、自利貧の状態というか、ギリギリの生活にこうなっていくだろうと考えられるので、こういった一山型の分布として、まあ、気温経度上で乗ることが、多いです。まあ、一応例外もあるにはあるんですけど、こういった状況が多いと、言えます。で、こういった状況の中で、すごく、温暖化っていうのは、なんていうんですかね、例えば10度上がるみたいな、こう、ダイナミックな、変化が起きるわけではなくて、0.5度とか、1度とか、2度とかいう、変化の幅なんですね。こう生き物がこう耐えられるレンジの幅からすれば、こう結構小さなレンジで温度変化っていうのは生まれるんですけど、その温度変化のレンジに対して、その個体数がどれだけ減るのかっていうのを、その分布のコアにあたる過ごしやすいところのエリアと、寒いところとか暖かいところみたいなエリアでこう比べてみると、同じ変、あの温度幅あたりの個体数の減少幅っていうのは非常に大きく異なってくると考えられます。っていうのは、その暖かいところも寒いところもそれぞれストレスになっているので、自利貧でこう生きているところに、こうちょっとしたこう温度の、違いっていう揺らぎがこう入ると、結構大きくガタガタと、まあ、壊、あの崩れていくと、まあ、崩れ、不安定なこう個体群にち、あの、なっているからという状況なんですけど、まあ、そういった性質があるので、まあ、この寒いところとか、暖かいところみたいな分布の北限とか上限とか、分布の南限とか、標高的下限みたいなところですね。そういったところっていうのは注目に値する変化が出やすい場所かなと考えられます。で、もう一つ、変化がしやすい事象、どんな現象を捉えていくのがいいのかっていう話なんですけど、自然環境分野、まあ、特にこう、樹木の分布とかになってくるとですね、シグナル的に温暖化したっていう、ところ、その時間、温暖化しましたよっていう、スタートのを切った時間に対して、その樹木の分布が変化するっていう現象が現れるのにかなり時間が必要です。っていうのは、樹木からその種を飛ばして、で、種からこう発芽してちっちゃい個体になって、ちっちゃい個体が大きい個体まで育たないと、樹木の分布の変化っていうのは検出できないから、数十年とか、場合によっては数百年スケールで、ここは時間がかかってしまう。なので、樹木の分布っていうのはかなりこう検出するのが難しいんですけど、樹木よりもその生活史スケール、サイクルが短い草花とかになってくると、もう少しこう変化の検出できるスピードがこう短くなって、ある程度クイックに温暖化に対して変化するようになってきますよと。で、さらにこう、クイックになってくるのが動物とかで、で、動物の中でも羽が生えてるようなやつらになってくると、クイックになってきたりします。
まあ、そういった形で分布の、検出になると、ちょっと植物はこう難しいんですけど、まあ、植物の中でもですね、先ほど言ったその開花日みたいなフェノロジンに関するものっていうのは、温暖化した年にですね、その年の中でもうすでに変化が生じる。要するに温暖化した時にこう1年未満で変化が生じるようなレスポンスの早いものですので、こういった変化しやすい事象みたいなのに特に注目しながら、皆さんの、例えばその皆さんの街の中で、温暖化の変化を、による変化を検出しようみたいな話が出たときには、こういった事象を、選んでみていただくのがいいのかなと思います。で、まあ、ある程度その対象が決まったと、まあ、仮定しまして、じゃあどうやって、実際に変化しましたっていうのを、検出するんですかっていう話を次にさせていただきます。実際に変化を検出する、もしくは変化を検出する方法は、大まかに言って2種類あると私は思います。で、1つ目がですね、この時間的な変化を観測するという方法です。で、この時間的な変化を観測する方法っていうのも2種類ありまして、1つ目が、現在から、将来の変化を観測をすると。要するに、モニタリングとか言われているようなものがこれに当たります。環境省の方でも、モニタリングサイト1000っていうものをこう設定してですね、まあ、調査を現在から始めていって、5年後とかに、ずっと、毎5年とか、毎10年ごとに、調査を、モニタリングを繰り返していって、ある年、将来のある年に、変化が現れたみたいなのを、きっちりと検出していこうっていうのが、このモニタリングの考え方になります。で、ただですね、このモニタリングって先ほど私が樹木の分布に、数十年とか100年のスケールがないと変化が見えないって言ってたようにですね、かなり変化を検出するまでに要する時間っていうのが、まちまちというか、結構長いスパンがいる場合があるんですね。で、そういった状況を考えるに、私が今注目しているやり方っていうのは、各下の、2番目の方向で、過去から現在までの変化を検出しましょうという方法を今は着目して私は研究をしています。日本っていうのはありがたいことにですね、先人の人あの研究者の人たちが残していってくれた膨大なデータ資料がいっぱいあります。まあ、こういった紙ベースで残っているような形なんですけど、こういったその昔のデータっていうのは、博物館であるとか、まあ、地元のその植物の会みたいな人たちが、いまだに大切に持って守り続けてきてくれていたりするので、まあ、そういった昔のデータを参照させて、ありがたく見させてもらいながら、同じ場所に行って、同じ調査をしたらどれくらい変化しているのかっていうのを検出していくのが今は重要かなと僕は思っています。で、もう一つこれの、なんていうのかね、もう少し簡易版みたいなので、最近やれたら面白いなと思ってるのが、昔の人の写真を借りてくるってやつですね。その昔撮った写真と同じ場所に行ってですね、現在の写真を撮ってきたらどれくらい樹木の分布が変わってるのかとか、景観が変わってるのかみたいなのを、日本全国で集めてこれると、全国的なその変化みたいなのを検出できて面白いのかなと思います。で、実際にその変化を検出する方法が2つあると先ほど申しましたけど、その2つ目の方が、この将来的な気候変動影響を予測するという話です。A プラットの方とかにもよく載っているかので、まあ、何か、こういうのは見たことあるかとは思うんですけど、まあ、例えばその赤樫っていうその常緑樹の代表する常緑広葉樹の分布が、現在はこうなってますけど、将来はこうなってますよ、みたいな、そういう図を見たことがある方は、いらっしゃるのじゃないかなとは思います。で、まあ、この方法ですね、のことを、ここでは指していますけど、まあ、こういったなんていうんですかね、分布図で、将来の分布図みたいなのはどうやって作ってるのかっていうのをざっくりご説明しますと、その種がどこに分布があったのかっていう情報を、だーっと日本全国から集めてきて、それと関連付けるための環境条件のデータをざーっと集めてきますと。これは気温だけじゃなくて降水量とか、まあ、雪の量とか、
地形パラメータみたいなものとかですね、考えられるものは、なるべく全部入れるような形で環境条件のデータセットを揃えます。で、この分布と環境条件の、対応関係、まあ、統計的な対応関係みたいなのをモデル化して、統計モデルでモデル化して、で、それを使って現在の分布を描いてますし、この中の気候地の部分に関してだけをこう将来気候モデルに入れ替えてあげることによって、将来の分布予測を出すというようなことを、こうした主分布モデルとか日中モデルっていうんですけど、モデルを使った将来予測研究ではやっていますと。で、ただですね、この手法、まあ、日中モデルっていうやり方が非常に多いんですけど、主流なんですけど、このモデルにおいては、いくつかの仮定を置いていますと。で、その仮定は何かっていうと、生息環境、その生き物が、例えば気温で言えば、何度から何度までの範囲は、この種は分布できますという仮定を置いてるわけなんですけど、この生息環境っていうのが、将来気候においても同じですよということを、こう、仮定として置いているんですね。ですので、それを認識した上で、解釈をしないと、ちょっとまずいことになる瞬間があります。で、具体的に言えば、その外来種にこう、当てはめていくという状況は結構難しくて、っていうのは外来種はある年に外来種がこう入ってきて広がっていきますよと。で、広がっていった時にどれくらい広がっていってるのかがこうわからないっていうか、広がってる途中の状態なんですよね。その種が本当に分布できるレンジっていうのは外来種の場合もっと広いかもしれないんだけれども、そこまでこう広がりきれていない段階でモデルを作っちゃうと、その外来種の分布を過小評価してしまうというような状況になりますので、そこはこう難しさがありますよという認識が必要だったり、あとはその現在よりも暖かい場所、このグラフで言えばですね、まあ、横軸が気温だとして、ここからここまでこんな感じで分布できますよという話で、モデルは作れたとしてもですね、温暖化して、さらに現在の分布よりも温暖な領域に対して、どうなんですかっていう予測をこう引っ張っていくことがよくあるんです。で、この回帰、まあ、曲線に乗るような形で、こう、ビューっと、先に伸ばして、予測をすることはあるんですけど、果たしてそれが本当にそういう形で分布っていうのが決まるのかどうかっていうのは不確実性がありますので、さらに温暖化した時にどうなるのかっていうのは、実は難しいところがあります。これもけど場所によりけりで、例えばその寒いところ、こういった場所、地点で、こんだけ、温暖化しましたよ。要するに、その現在、なんていうんですか、その対象としてる市町村よりも、あったかい市町村での分布データがある状況であれば、信用はできるんですけど、日本の国内で一番最も暑いところの分布のデータから、さらに暑い将来気候地での分布予測みたいな話になってくると、少し難しさがあるというか、解釈に難しいところがあるというのはご理解いただければと思います。で、まあ、ざらっと申しましたけど、まあ、さらにですね、こういろいろな仮定や不確実性が実は既存の方法ではあると言わざるを得ません。まあ、一つ目に挙げるのは気候以外の要因っていうのはまだまだ考慮しきれていないものがいっぱいあります。まあ、地形に関してはある程度環境条件に入れてるので、そんなに影響はないんですけど、例えばその分布がここまでだったものがこう新しくここに分布ができましたみたいな状況、まあ、観測データとしてこういう状況があったとしてもですね、例えばその北上したっていうここの個体が実は数十年前にこういっぱいこう切られていて、で、こう草地にこうのこ、あの草地にこう切り替えられていって、で、その木が移入しやすい状況であったから、ここに新たに個体ができたみたいな状況であるのかもしれないですし、新たにここが北上して、この分布の北上スピードはこんだけなんだという状況があったとしてもですね、その樹木っていうのはその分布が形成できるまでにこういろんな まあ、プロセスを踏むわけで、その本当に種を飛ばす距離っていうのが温暖化スピードにこうマッチしていない状況とかもありますし、種が飛ばされたとしても、その種がこう大きな木になるまでのタイムラグがあったりします。で、そういった時間的なそのプロセスみたいなのを
ニッチモデルの中では考慮しきれていないという弊害があるので、ここはこうある程度その考慮した上で結果を解釈する必要があります。あとはこう今ご関係の中でもこう非常に世界的にも躍起になってやろうとしているところでもあるんですけど、生き物っていうのは最初に少し申しましたように、その種だけで生きているわけではなくて、他の種との絡み合いの中で生きているので、その他の種との絡み合いみたいなところは、非常に複雑なんで、頑張ってやってるんですけど、まだまだ、やりきれてないところがありまして、でそこを、考慮しきれていないところは、こう、注目というか、注意する必要があります。で、午前中のその高山先生の方からありました話でもあるんですけど、寄港地においてもですね、こう幅がありますよと。で、寄港地におけるこう不確実性の幅みたいなのも、当然その日モデルで予測した結果の幅の一つにはなりますので、まあ、こういった不確実性も考慮する必要がありますと。まあ、いろいろ難しいことを言っているのかなという自覚はあるんですけども、まあ、ある程度そのどこに想定の限界があるのかを把握するのはですね、その予測結果をうまく使う、もしくは観測結果をうまく使う上でやっぱり重要ですので、これをこう適切に解釈した上で利用していく必要があります。で、ぜひその解釈であるとか、の部分で、においては、ぜひ専門家の人たちを巻き込みながらですね、吸収していっていただければなと思っています。で、まあ、とは言ってもですね、申しましたように、こう、これ、既存のというか、こう、やり方としては、その課題はあります。その気候変動影響観測とか評価っていうのは課題はあります。で、ただですね、この、まあ、ツールっていうのは、まあ、結構貴重なですね、将来を見据えるツールなんですよね。その、何にもわからない状態で、将来を見据えて、何かやろうって言ってもですね、なかなかそれはこう、つかみどころがない状況になるので、こう、将来の、まあ、あり得る状況をある程度幅を持って、想定をした上で、じゃあどういう対策をしていこうかっていうのを建設的に考える上で、重要なツールであることは間違いないと思います。で、例に出しているのが、この図自体がですね、まあ、自然環境っていうよりは、あまり関係ない。と思われそうですけど、株価の変動ですね。その株価の変動にほどですね、自然環境の変動っていうのはカオスではないとは僕は信じていますけども、まあ、ある程度その不確実性があるという、まあ、現象に対して、既存のそのやり方っていうのは、まあ、ある程度こう、まあ、建設的な議論になるようなこうモデル、道筋とか傾向とかをこう出してくれるツールとしては非常によく使えるものだと思います。で、さらにこう、今後注目していくべきだなと思うのは、そのどこを超えていったら、どんな状態になってやばいから、対策が必要だよねっていう、そのラインを見極めていく上でもですね、こういったその、予測っていうのはやっぱり重要かなと思います。で、ただ、先ほども申しましたように、そのグレーのラインで示したように、この不確実性の幅があるので、まあ、このグレーのラインの中でどこを通るかわからないので、まあ、どこを通ってどういう状況であるのかをこうきちんとモニタリングをして把握をしながら、PDCA サイクルを回して順応的に管理していくという姿勢が必要です。で、なかなか時間が押してきたので、早くやりますけど、その上でじゃあどうやって適用するか、この適用策を考えるという部分に次は入ります。で、ただですね、適用策を示してくださいと言ってもですね、まあ、今までの先生方で、まあ、でも同じかなとは思うんですけど、非常に多種多様な、まあ、何を守るかの時点で多分かなり多種多様なものがありますし、どうやって守るかの時点でもかなりいっぱいいろんなアイデアがあるとは思います。で、それのどれがいいですかっていうのを示せるほどですね、自然環境分野における気候変動適用の研究自体がそこまでのこう深みに達していないというか、歴史的にまだまだ浅いので探りながらやっているっていう部分はあるとは思います。多かれ少なかれです。で、というか探り続ける必要姿勢っていうのはどの時点でも絶対に必要なので、まあ、ここでは特にどうやって探っていくのかみたいな話
まあ、自然環境分野だけには限らないとは思うんですけど、まあ、ブレインストーミングをどうやってやっていくのかみたいな話を少しだけして、あとはその先行事例みたいなのを少し紹介させていただきます。で、まあ、必要なのは、僕が考えるに、必要なのは妄想力とイメージ力だと思っています。で、それと、先行して必要な知識を身につけていることです。で、その知識を使いながらどういう状況になるのかを妄想して、はい。まあ、いろんなアイデアを出してブレインストーミングをしていくと。で、ブレインストーミングをしていくときに、こう、有用な使えるツールみたいなのも、いろいろありますので、こういうのを使っていろんなアイデア出しをしていくと。で、まあ、自然環境分野における適応策みたいなので、よく言われるのはこういう形が多いのかなと思います。逃げ場所を作るとか、生息地を守るとか、時期をずらすとか、安定させるとか、代替種を使うとか、まあ、体制を作るとか、普及啓発みたいな形ですね。まあ、いろんなオプションが考えられるので、地域に根ざした地域で実現可能なものっていうのはどこなんだね、その実現可能性みたいなのも含めて議論をしながら、こう絞り込んでいくというようなことがあります。で、絞り込んで、いくつかの案にまとめた上で、まあ、さらに予算の限りとかもありますので、まあ、どれが一番いいのかみたいなのをディスカッションして、決めていくというような方向性になるのかなと思います。で、まあ、先行事例としてですね、2箇所、国内2箇所の、における適用策の提示みたいなものを、ここではご紹介させていただきますが、まあ、1つは大雪山の、高山植生のに対する、まあ、それの現象に対する適用ってやつですね。で、大雪山の、まあ、よく、そのお花畑ができるような、雪田植生草原っていうのは、現在はこんなところに分布してるんですけど、将来はだんだん減っていくので、これに対して何かしらの、その対策、なり保護策が必要ですよと。で、ただ保護策を考える上でも、すんごい、こう、僻地まで、こう、毎回頑張って歩いていって、なんとか対策を考える、対策をし続けるっていうのは、すごいしんどいので、ある程度、対策が取りやすい、アクセス性が良いところをこう優先順位をつけて守りましょうっていう過程を置いて、こうどこを守るかをこう判断させたのがこちらのグラフで、こういった赤いところであればアクセスは比較的簡単なので、こういったところで、なんで登山者がこう草原の中に入っていかないようにきちんとロープを張ったりとかですね、登山道がえぐれていかないように管理をしたりとかっていうものをしていきましょうっていうのを提示して、で、それを地元のその関連団体というか、利害関係者というか、そういう方たちと一緒にこう議論をしながら、同意を得ていくというような流れになります。まあ、結構その国立公園とかの、ところでは、こういった動きがこう代表的で、まあ、考え方としては、将来にわたって生き残り続けると考えられる場所を守りましょうという考え方で、適応策をかん、あの立てる状況が多いです。で、もう一つは、海の方で、慶良間諸島のサンゴに対しても同じようにですね、現在から海水温が1.5度上昇したときに、この1.5度上昇した10年間中にサンゴが何回死亡するのか、ね、死亡しにくい、生き残りやすいところを抽出した上で、その他のそのサンゴにを食害するような、食べてしまうようなオニヒトデとかレイシガイとかが、の駆除活動がされていて、で、いろいろな活動がしやすいダイビングの渓流部位がこう、設置されているようなところを優先付けて、まあ、こういったところであれば管理がしやすいでしょうということを考えて、こういった紫色で示したような場所を守っていくのがいいですよっていうのを、国家の側で提示した上で、地元の関係者団体と協議をして、これをこう、うまく使っていくというような流れでやっていますと。で、まあ、今までで、その上記2つの例っていうのは、国関係の方が主体的にこう関わっていった事例の、紹介、まあ、特に国立公園における事例の紹介なんですけれども、昨年度までやっていた地域適応コンソーシアム事業っていう中では、もっといろんな事業体まで含んで、いろんなこう取り組みがなされていましたので、そういったコンソーシアム事業の、まあ、取りまとめページもプラットの方にありますので、こちらで事例を見ていただくというのは1つありかと思います。で、最後ですけど、最近、私が考えるですね、もうちょっと、こういう考え方も必要なんじゃないのかなっていうのを、ここで少しだけ紹介させていただきます。で、適応策って何だろうなって思ったときに、まあ、なんかダイエットを
っていうか、適正体重を守るみたいな考え方に似てるのかなという瞬間があります。で、なんかこう、すごくこうやっていったら、ちょっと食べて体重回復して、で、すごく太り続けたら、じゃあちょっとダイエットして、こう戻してみたいなやり方ですね。で、こういったその手続きを決めておくと。ここからここまでは適正体重だから、それをこう超えたら何かしら残って、策を施して適正体重に戻しましょうよっていう、そういう取り決めっていうのは、適応策としても使えるものがあるんじゃないのかなと思っています。っていうのは、大きく不確実性がある中で、このやり方ですと、タイミングが変わるとか、スケジュールが変わった状況でもですね、考えることは同じになってくるので、まあ、何でもってこの自然環境の中のその体重って言ってるものは分かるのか、で、どこからどこまでが適切と考えられるのかを、こう、はっきりさせておき、おいて、で、じゃあ、それを超えたら何をするのかを、こう、把握して、決定した上で、モニタリングしていくっていう考え方。っていうのは、これから多分、あんまり自然環境分野では、こういう動きのものはまだまだ少ないと思いますけど、これからこう増えていってもいいんじゃないのかなと私は思っています。すいません、最後にですね、ネットワークを作って楽しく見ていくという部分を付け加えさせていただきます。で、これまで少しこう言っていたようにですね、自然環境分野っていうのは特にその不確実性とその順応的管理っていうものが必要になります。で、これはどういうことを示しているかっていうと、まあ、一回こっきりの施策で完了して、はい、終了みたいなことではないんですよっていうこと、場合が非常に多いです。で、そういうものではなくて、長く付き合っていくものであるという認識が必要かなと思います。で、そういう状況に対してですね、自治体っていうのは、この配置転換みたいなものが、まあ、避けられないものとしてあったりしますし、まあ、もっとダイナミックな変化で言えば、その市長さん、州長さんが変わったときが、今までその自然環境に対して、ある程度興味がある州長さんだとまだやりやすいんですけど、いきなりこう、ガラッと変わって、なんですけど、うちは経済発展をメインにしていくんだみたいな話になったときにですね、往々にして自然環境分野のその、なんていうかね、取り組みっていうのは、こう予算を削減されていたりしてしまうことがよくあるのでですね。そういった、こう、深、あの、長く付き合うものに対して、少しやりにくくさせるような、なんていうんですかね、取り組みというか、システムっていうのがあらかじめよくあったりします。で、そういう状況の中でも、きちんとこの活動っていうのは、自然環境を守ることっていうのは、こういう意味合いで、大切なんですよ。で、その大切さを守るためにこういう活動をしているんですよ。その目的とかゴール意識とか、まあ、その 目的とかゴールを達成するために数十年計画になるでしょうけれども、どういうスケジュールで動いてるんですよと。で、どういった評価手法をこう使ってやってるんですよっていう、この一連の流れですね。いうものをきちんと把握した上で、これらを次の担当の方にこうきっちり引き継ぎをする、そういう体制を作るまで作るっていうことが割と重要かなと思います。で、そういった形でこう継続性が非常に大切なんですけれども、やはりこう一つの団体だけで継続性って言ってもかなりこう辛い瞬間がただあります。お金がないとかですね、人員が足りないとかですね、そういう状況がよく生まれますので、ぜひ周りも巻き込んでですね、担い手も確保しながらですね、専門家の意見も吸収しながらですね、で、周りの人とこう合意形成をしながら、やっていく、ワンチームみたいなプラットフォームを、作っていくのが、一つ有用な、長く続かせるツールかなと思います。で、ただその、周りを巻き込んでいくのもやっぱり結構大変で、というのも、周りの、方々も、それぞれの仕事がありますので、新たにこういうことやろうよって言ってもですね、面倒な仕事はやりたくないというふうなことを言われるのがよくあるかなと思います。で、その、まあ、けど、まあ、そうは言っても、こう、自然環境を守る、もしくはその生き物、多様な生き物を守るっていうのは、その人間が、こう、なんで、人間のクオリティオブライフをこう上げていく上でも非常に重要なところだと思います。で、まあ、ただ、その、なんていうんです、こちら側の正義をこう、バーと言ってもですね、絶対にこう、響かないのは当然だと思いますので、じゃあ相手視点でその自然環境を守ること、もしくは皆さんの適応策っていうのはどういうメリットがあるのか。で、もやっとこんな感じなんだと思うんですみたいな話だとやっぱり伝わらないので、まあ、これをやれば、その観光収入が8割、
はこうやっぱりこう保てますよみたいな形ですね。定量的な評価に基づく提案みたいなことがまで踏み込めると非常にいいかなと思います。でさらにこう僕が言いたいのは、その仕事として新たに仕事としてもしくは義務としてやってくださいっていうのはかなり抵抗がやっぱ強いと思うので、もっと趣味として、もうなんか軽い感覚と言ってしまうとなんか怒られそうなんですけど、趣味としてみたいな形でですね、楽しい感覚をこう織り交ぜながらやっていくのが、こういった輪を広げていくのには重要なのかなと僕は思っています。まあ、というわけで、皆さんがこう考えようとしている適用策、もしくはその適用策にかかる事業っていうものに対して、皆さんは楽しめていますかということを、最後に質問として投げかけさせていただいて、私の発表を終わりいたします。で、本日の発表の中のですね、国立公園には関係する部分っていうのは、国立公園等のこの保護区における気候変動への適用策検討の手引きというものが、オンラインで発表されてますので、ぜひそちらの内容を持ってきているものでありますので、ぜひ参照いただければと思います。で、また、他の先生方も言っておりますが、そうは言っても、いろいろ分からない瞬間がいっぱいあるかとは思いますので、ぜひ迷ったら、気候変動適用センターの方までお問い合わせいただければ、幸いです。私からの発表は以上です。